今年の干支が寅年なので、まさに今年にぴったりのレゴクリエイターです。うわははは、もう最高。みなさんこんにちは、ジェイソーレゴビルダー、ヒラヒラ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴクリエイター野生の虎です。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。いや、僕これを作るのがめちゃくちゃ楽しみです。ちなみにこちらの発売日は昨年の年末です。で、一番驚いたのはこのレゴクリエイター野生の虎なんですけど、1個6000円もしました。高い。去年作ったレゴクリエイターワニが4000円だったので、ワニの1.5 倍で、2000円台で買えるレゴクリエイターワイルドライオンの3倍の値段もします。今まで買った生き物系のレゴクリエイターの中で一番これが高いです。ただ値段はめちゃくちゃ高いんですけど、この組み立てる前の時点でこの虎の完成度がめちゃめちゃ高いです。今年の干支が虎年なので、まさに今年にぴったりのレゴクリエイターです。はい、ご覧ください。この虎めちゃめちゃリアルです。今まで買ったレゴクリエイターの中でこんなに完成度高いのって、僕が今まで買ったレゴクリエイターの中でこれは完成度めちゃめちゃ高そうに見えます。今回こちらのトラ以外にコイとレッサーパンダに組み替えることができます。はい、箱の後ろはこんな感じです。では開けましょう。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で4つと説明書が3冊です。あの、今説明書見てるんですけど、今までレゴクリエイターにこういった説明文はありませんでした。今年からこんな感じで説明文が入ってるんですかね。これすごいいいんですけど、日本語がないのが唯一の欠点です。で、あと完成した時にこういったエフェクトが追加されてます。はい、そしてこちらには今年発売されるレゴクリエイターが載ってます。僕レゴクリエイターめちゃくちゃ好きなんですけど、一番楽しみなのはこのロボです。なんか見た感じマジンガー Z っぽいですね。このロボ確か1個2000円ぐらいだったので、これは絶対に2個買います。はい、それではレゴクリエイター野生の虎の虎を組み立てます。
ぜ、レゴクリエイター野生の虎です。うわもう最高、いやめちゃめちゃかっこいい。これ僕が今まで組み立てたレゴクリエイターの生き物系でもう最高、はいめちゃめちゃかっこいい。いやさすが6000円するだけあってめちゃくちゃでかいし、パーツの使い分けもめちゃくちゃすごいです。まさに今年を代表するレゴクリエイターですよ。いやすげえ。ちなみにこれを全部作るのにかかった時間は2時間かかりました。でさらにこのレゴクリエイター野生の虎にはブロック外し機がついてるんですけど、そのブロック外し機がはいこちら、いつものブロック外し機がオレンジ色なんですけど今回はターコイズ色になってます。そういえばターコイズ色のブロック外し機って結構前にもありましたね。まあそれはともかくこの虎を見ましょう。はい、ではアップで見るとこんな感じです。うわこれはめちゃくちゃ迫力ありますね。これだけ小さいパーツを多用しててこの完成度めちゃめちゃ素晴らしいです。はい、続いて胴体はこのようになってます。僕がこのレゴクリエイターで一番感動したのはこの胴体の模様パーツです。なんとこの模様パーツ、この上以外なんとちゃんとパーツ別で色分けされています。これめちゃめちゃすごくないですか。僕これサンプル画像を見た時に絶対にシールか一つのパーツかと思ってたんですけど、まさかのパーツ別で色分けされてます。はい、そして尻尾はこのようになってます。尻尾はボールジョイントが多用されています。はい、それではこの虎の可動範囲について説明します。今回のトラもめちゃめちゃ動きます。まず頭部がこのように動きます。頭部はボールジョイントになってます。ただこれパーツ当たっちゃうのでちょっと止まったりはします。ですけど一回転はします。そして口がこのように開きます。正面から見たらめっちゃかっこいいぞこれ。続いて足はこのように動きます。これはパーツが当たっちゃうので一回転はできません。そしてワンクリックだけこのように開きます。前足のこの部分はヒンジで接続されていますのでこれを外せばこのように稼働できます。ただこのヒンジパーツなんですけど基本的には固定しておく必要があります。ちなみにこれ固定せずにしちゃうと倒れちゃいます。そして足首はこのように動きます。胴体はこのようにボールジョイントになってます。胴体もこんな感じで動きます。後ろ足もこのように動きます。前足と違って後ろ足は一回転できます。ただ唯一残念なのは前足と違ってここが動きません。そして後ろ足の足首もこのように回転します。尻尾にはボールジョイントがこのように多用されていますのでこんな感じで稼働することができます。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。うおー、やっぱめちゃめちゃかっこいいな。前回のワニの完成度もすごかったんですけどやっぱ今回のトラがめちゃめちゃかっこいいです。箱の後ろのこのポーズも取らせることができます。このトラはどんなポーズもめちゃめちゃ合いますね。いやすげえな本当。結構無理やりなんですけどこんな感じで立たせることもできます。後ろ足がしっかりしていてさらに尻尾にはボールジョイントがありますのでこんな感じで安定して自立することができます。はい、続いて虎の付属品について説明します。今回は竹林と赤い鳥がついてきます。まずこの竹林をぐるっと見回すとこんな感じでこれはまさに中国の田園風景みたいです。こういった小さい滝に花と木と竹が生えてます。今回の付属品結構でかいですね。はい、続いてはこちらの赤い鳥です。全体はこんな感じでこの赤い鳥もなかなか素晴らしいです。いつもでしたら一つのブロックに複数のパーツがつながってるんですけど今回の赤い鳥めちゃめちゃでかいです。小さいパーツや少ないパーツでこれだけ再現されているのはめちゃめちゃ素晴らしいです。虎と一緒に並べるとこんな感じです。ちなみにこれ公式だと赤い鳥が虎の獲物だそうです。では最後大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。うわ、もうめちゃめちゃでかい。およそミニフィグ4体分はあります。では続いて、レゴマリオと並べると、こんな感じです。あーもうこれ全然比べ物にならないですね。レゴマリオ、およそ 2.5 体分はあります。マリオに出てきそうなんですけど、まあ、出ないですよね。はい、レゴクリエイター、野生の虎の虎はこんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイター、野生の虎の虎を組み立ててレビューしていました。もうまさに今年にぴったりのレゴクリエイターなんですけど、今回の虎はめちゃくちゃ素晴らしかったです。まずこの虎が思ってたより大きくて、さらに小さいパーツが使われているので、余計リアルに見え
えます。でさらに絶対にシールだろうって思ってた部分がまさかの一部プリントパーツなんですけど、こういった別パーツになっているのが本当に素晴らしいと思いました。実を言うと僕このレゴクリエイター2個目買いたいんですよね。ただこのレゴクリエイターの値段が1個6000円もします。このクリエイターすごい高いんですけど、これは2個買いする価値はめちゃめちゃあると思います。思えば僕ワニ2個買いしますと言ったんですけど、ワニとトラの2個買いはゴールデンウィーク頃になるかなって思います。今年発売されたレゴクリエイターもめちゃくちゃ飛ばしてくるので、これは今年の2月頃に発売される新しいレゴクリエイターもめちゃくちゃ楽しみです。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではトラからレッサーパンダに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。